はい、こんにちは、翔太です。遊戯王マスルールね、やっていきます。まあ、デッキは相変わらず同じのを使ってるんですけど、引き続きということで。オロマイから入ると、6シンクロが出せるね。ブリュナカンだよなぁ。初手で投げるもんじゃ全然ないんだよなぁ。中長かといってもちょっといれば、ハリファイバーっていう手があったんだけど。ハリファイバーから繋いで、強く動ける話。ドッペローリアはでもシンクロできたら一応いけるから。ハリファイバー立てるかどうかって感じかな。いずれにしても、まあ先使っといた方がいいか。で、多分ね、こっちなんだよね。で、召喚して、出てくるでしょ？出して、多分ハリファイバーを投げるべきで、こっちとこっちかな。ハリファイバーで出してくるのが、こっちに闇あるもんね。多分ジェットなんだよな。で、ゾンキャリ切って出して、アクセルシンクロンがいいのかな。いや、じゃないな。多分ライブラリアン。ここでライブラリアン立てて、で、強いのはフォーミュラ出るから2枚引けてで、いいと思うんだよね。で、ジェットどっちも使いたいね。コラップ。で、ジャンクも持ってくる。コラップ投げといてもいいのか。そういう意味じゃ。5678が出せるから、それか567もある。456789はきついか。2の時に8がある。多分出した方がいいな。うん、これで OK。 長い1ターン目だったけど、枚数が最終的に1枚増えて盤面出せたのと、アクセルシンクロンでもいいんだよね、確か。シンクロン中7だもんね。そうすると7で、フォーミュラ出した場合だと9までいけるのか。それが強いかな、無難に。トリシュール相手のターンに投げて、ああ、それで阻止しに行くか。相手の展開、盤面にカード置いてきた時に使おう。それはいいかな。ああ、ここのタイミングで出しといた方がいいのかな。で、トリシュールいつでも飛ばせるようにしとくか。多分出すべきはフォーミュラじゃないかな。相手がやばいの来るんだったら、アクセルシンクロなしで、ドッペルで7でぶっ潰すっていう手があるんだけど。あ、それか、あれか。除外される。フォーミュラ飛ばされるのが嫌だかな。あ、でもデッキだから大丈夫だね。
何を指定してくるかだよね。ハルーララ。それはいい。で、やはりファイバーでフォーミュラ投げて。これで2ドロー入るから、トリシューラで相手を阻止しつつ、もう一回展開できると。いくね、これで。で、増援の対象、対象取らないのか。あ、そっかそっか、そうだね。あ、そりゃそうだわ。オリビエ。タイミングを逃してるね。そういえば。できるだからできないってやつだね。フォーミュラのシンクロはいい。まだ。調律神。こうマジね、このできるのにできないとかっていう、こういうのがね、なんていうの。できると、目標はできる、できると思ったけど、あ、そういえばできなかったわ、みたいなさ。それが、ルールを勝手にやってくれるからいいよね。知らないと自分が困るだけで済むっていう。困るんだけど。実際この場面はフォーミュラで多分正解かな。一応4,5,6,7,8でスターダストが立てれるのと、まあ、9でトリシューラが立てれると、これはいい。相手のターンにトリシューラが出てくるって、まあまあやってることやばいと思うんだけど、それはワンドロー入るから全然いい。まあ、バトルに入る前にシンクロするんだけど、モンスター出してこないならね。あ、じゃあでもライブラリアン組み込むからあれだわ、ワンドロー入んないわ。チューナーとして扱う。これは止めれないからどっちみちかな。しょうがない気がしてて、で実際相手5枚のうちさ、ハンドと盤面で1枚ずつ除外だから、まあ、3枚になるわけじゃん。そう思うとオリビエ、特殊召喚する、特殊召喚はいい、出てくるのは構わない別に。このタイミングで打ってもいいけどな。打つか。トリシュラ。ライブラリアン使っちゃうけど、まあドンツボでどっちみちまた持ってこれるから。トリシュラが神なんよ。で、チェーンがあるかどうかなんだけど、なんもなくて。こっち。こっちは？こっちでいいかな。効果がわかんないからね。OK。これで多分止まった。さすがに。さすがに止まってよ。で、次、モッククイック。シンクロンから返してっていいかな。トークン潰す。まあドローにもよるんだけど。オッケー、ターン返った。クイックか。あのどっちみち勝率は打っていい。キル用でジェットだと思うんだよね。落ち落とし、窓坂商人。まあまあゴッドだね。こうなると墓地は割と何でもいいのか。全部回収。貪欲な壺終わるとやっぱ回るね。で、ジェット切ってだから、こっちからか。で、切るのがジェットシンクロン。守備表示で出る。
あー違う、こっちじゃなくて、こっちの効果発動で青坂署に切っていいや。でまずライブラリアン立てちゃって、多分ワンキルまでこっから持っていけるかな、さすがに。ドローは続くから、でドリル、ドリラーになってよくて、最後ワイバスターで一押しすればいいか。あー、いや、ジャンクから出したかったっちゃ出したかったか。いや、いいな、多分これで。ぼっちから出すとして、8、7でいいか。発動しなくてよくて、コラプ使ってで、ダイオクダイブボンバーでよくて、もうワンドロ入る。打点が稼げるね。ワンドロー、ハンドがそして途切れない。ほい、ワンドロー、ライブラリアンでワンドロー、ワイバーサ出してよくて、これね、白黒がつながり始めるとね、マジで強いんだよね。でバットルフェイズ、バットルフェイズ、ゴーズはないかな。これでとどめだ、きた、うらー、完璧。このシンクロをさ並べてぶち殺すのが楽しいよな。 GG、 お疲れっす。